明るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 女子プロレス Stardom 新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスターダム。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。最速を決めるこのハイスピードの戦いですが、ジュリア選手はこのハイスピードの戦いをどうご覧になってますか？ハイスピードすごいなと思いますね。私は絶対やりたくないですね。やりたくない。あ、やりたくないですね。結構じっくり試合するのが好きなんで。わかります。ほらほらほら、いきなり来ましたよ。ゴングが鳴ったら飛び出した。ハイスピードは躊躇がないですからね。躊躇ができないと思いますかね。できないんですよね。もうどうやったらあれだけのね、肉体と頭の回転が連動するのか。さあ、ここは場外でもさらに動く動く。おお、さらに誘ってリングに戻っていく小熊。それを追いかけていくが、小熊が、いや、ドロップダウン、さらに前転アームホイップ、ドロップキックをかわした、カバーに入る。今度はキットが払ってカバーに入る。トラポーズとクマポーズ。ジュリア選手いきなり早かったですよ。早すぎ、早すぎですよ。今この数十秒の間に何が起きたのか、もうすごすぎますね。いやでもね、小熊選手はさすがです ね、 ね、まあ、復帰後どん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 調子を上げて、まあ、復帰前からなんと15キロの減量に成功しているというんですが。15キロ、はい、いやでも確かに痩せましたね、うん、まあ、それでもね、重さとスピードというものを両立させて小熊らしい戦いを見せています。大江さん、それを考えるとやっぱ小熊選手の元から持っていたこの身体能力というものが、まあ、どれだけレベルの高いものだったか。いや本当ですよ。6年前にハイスピードのベルトを初体感した時の相手はあの白井洋でしたからね。あの頃のボディとまたちょっと違いますけども、あの頃の試合でも会場にいましたけども、熱狂の渦になりましたからね。あの白井伊代を下して2015年2月第9代ハイスピードチャンピオンになっています。まあ、その時は一度防衛しただけに終わってしまいましたが、小熊にとっても、まあ、かつて腰に巻いたこのハイスピードのベルト、まあ、手放してしまったベルトへの、まあ、リベンジの意味合いも今回の挑戦にはあると小熊は言っています。もう今この昔の小熊とは違うこの今ボディでまだスピードを保ちつつ、さっきの序盤の展開でも動きキットに引けを取らないというところで、新生のこのハイスピードでのこの小熊の動き、これは注目ですよね。それに対してやはりこの小熊を倒したくて倒したくて仕方がないスターライトキット。お前はな、あのキットはデビューする前に、はい、小熊がその白井伊代から取ったハイスピードの試合を見てて、はい、でそれで、プロレスラーになったみたいなんですね。で練習生になった時はもうすでに小熊は対談してた。立場が逆になりました。接点なかったんですね。接点を持ちたくてスターダムに入った時にはもういなかったという。そして巡り巡ってこの代々木のリング上で再び出会うという。
チャンはい、はい、何があるかわからないなと思って、まあ、キットとしてもすごい今回の試合には、いろんな思いがあるって少ない中あるでしょうね。さあ飛んできたところを頭を出して流れるようにカッターです。ところになると要するに小熊がチャンピオンの時はキッドは客席にいたわけですから。そうです、まだプロレスラーではなかったんです。そういうことなんですよね。本当に時代でプロレス界分かんないもんですよね。どんな運命がリング上で交錯するか本人すら分かりません。まあ、小熊の強みといったらスピードは衰えてないもののこの破壊力ですよね。重さというもの、これがあるのがキッドと違うところです。でもまた昔の小熊だったら、まあ、こういう重量感を使った攻撃ってあまりなかったんですけども、はい、ブランクの後復帰した後からだんだんその自分の、ボディ、体重をですね利用する攻撃が増えてきましたよね、うん、だ本人も今すごく動きやすいそうですね。これがね、あそうでしょうね、これジュリア選手両立させるってすごいことですよね。そうですね、どうしてもやっぱりスピードを重視すれば、うん、まあ、何かを失い、重さを重視すれば何かを失うみたいなものがあるんでしょうけども。いやでもいますよね、なんかでかいのに速い人って、はい、たまにね。おっ、キッチャーマンカウント2。まあ、そこら辺は本当持って生まれたものになるんでしょうけども、まあ、だから天才って言われるのかな、だけどやっぱり見えないところでは相当な練習量だと思いますよ。やっぱり体重があってこのキッド、の動き、まあ、ハイスピードの動きとそんなよね、この全く同じ動きをするわけですからね、はい、キッド後頭部にダブルニーアタック。とにかく先手先手、攻めて攻めて攻めていきたいスターライトキット。ここで勝負をかけるかトップコーナー、展開式のフロッグスプラッシュは見られた。チャンスと思いきや小熊に逆転を許しました。さあ今度は小熊がトップコーナー、キット気づいてない。さあ来るぞ、ミサイルキック、吹っ飛ばされた反対側のコーナーまで。ラウンド2、いや重いですねミサイルキックも体重がある分、はい、だからハイスピードのそのスピード感に対して重量が乗ってますから、うん、そりゃキットも対角線まで吹っ飛びますよね。このね小熊の今の強さをキットがどう攻略していくのか。トップコーナーから RQ、 さあ圧倒している小熊、大ダメージを負ったチャンピオンのスターライトキット動けない動けない。そこに小熊がダーニングアウトです。決まったか、返した。もうよく返した、今のは本当によく返しました。もうジュリア選手の目の前でしたけどもね、やだなあんなの振ってきたら、もうしばらく動きたくないでしょうね。いや本当に息も詰まるし、だが動かなければその先はない。カサボーラ、それを切り返すと来るぞ来るぞ、耐えるキット、投げた、素晴らしい切り返し。今ここのジャーマン狙いましたよね。狙いましたね、あれだけは食らえないと。スターライトキット首投げのカウンター。さあでもここでキットをなんとか反撃しないといけないですね。そうですね、ちょっと脇腹痛めてますかね。このままもらい続けるとチャンピオン危うし。もう一度ジャーマン理解す、だが小熊は止まらない。セカンドコーナー、うまい反応ですね。さあ罠を仕掛けたスターライトキット、だがその罠を切り返す小熊。さあ上になる、横に行く、なんだ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 、キットが上だ、小熊カウント2。すげえすげえすげえ、これがハイスピードのタイトルマッチ。あーとー、今のやっぱりこの点で乗り方も体重があるならではの乗り方ですよね、はい、いや私もこれで
初その、まあ、ファイヤーマンズキャリーのような形から、はい、カスマーホールを狙って固めるのかなと思ったら一回フェイントを挟みましたよね、はいはい、だからその辺がやっぱりキッドのうまさですよね。その前の攻防もね、エビ固めを狙うとキッドも返し、コグマも返し、はい、お互いやっぱ手の内を知り尽くしている動きが見えました。そうですね、でも最後のそうですね、やっぱり、まあ、ちょっとやっぱりあっぱれですね、キッドね。女子プロレススターダム新時代到来、宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。次の次期挑戦者は安住しかいないから、両国国技館しかないよな。さ、負けたところ悪いんだけど、私もう一回このベルトすぐに挑戦したい。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。11.27 代々木大会フューチャー王座戦スリーウェイマッチ、王者ルアカ VS 挑戦者桜井舞 VS 築山若、新人2人は王者ルアカから直接勝利しなくともベルトを得るチャンスだったが、最後は冷凍庫爆弾が投下され王者が貫禄の防衛、2人まとめて見事に退けてみせた。試合後、またもスターダムのリングに現れた正体不明の乱入者が、ハンマーオーダーで暴れた後にそそくさと退場、謎は深まるばかり。果たしてその正体が明かされる時は来るのだろうか。 CM の後、両国赤白決戦に向けたダブル前哨戦。女子プロレススターダム新時代到来、宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。迫ってまいりました 12.29 両国国技館大会、そこで行われる赤いベルト戦と白いベルト戦のダブル前哨戦タッグマッチになります。さあ成川さん、はい、両国ビッグマッチ目の前に迫ってまいりました。はい、迫ってきましたね。あの赤いベルトのチャンピオン宇多美選手と挑戦者シュリ選手、あと白いベルトの王者タム選手と挑戦者の神谷選手、王者同士が組み、挑戦者同士が組んでタッグマッチで前哨戦を行うことになりました。だから大江さん、はい、こうやってユニットの枠を超えた豪華なタッグマッチになりました。豪華なタッグマッチですよね。ただまあ両国ではもうシングルでの、チャンピオン、チャレンジャーという2人で4人になりますから、はい、これは大きな試合になるんじゃないですか。期待されますね。普段ではなかなか見られないクイーンズクエスト対決、神谷のドロップキックが宇多美にヒットです。さあそして当事者同士、成川さん、はい、白いベルトを争う2人ですね。そうですね、あのこの2人って結構シングルで何回も戦っていて、成績的には意外にも上谷選手がいいんですよ。ちょっと勝ち越してたりとかするんですよね。はい、はい、まあまあここでね、やっぱり1本取ってさらに両国をいい状況で上谷選手を迎えたいですね。上谷さんへのフライングニールキック炸裂です。
直江さん2人とも白いベルトには強いこだわりを持ってる人間ですからね。そうですね、まあ白熱しますよね。でももうここはもう前哨戦とは落とせない。そしてやっぱりプロレスならではのこのやっぱ前哨戦で直接に対決するっていうのはなかなかねプロレスならではですからね。ドロップキックで上谷がタムを圧倒していきます。ミサイルキックはカウント2です。2021年勢いを増してきた上谷沙耶、不動の白い王者となっている中野タム。 12.29 両国、どちらがそのベルトをその腰に巻くのか。さあスタークラッシャー、これは打たせない。バックを回る、今度タイガースープレックス、それですね。このハイブリッジはさすが。おお上谷すぐに向かってくるがハイキック、ここでついに上谷が止まりました。いやタムも白いベルト、今回が7度目の防衛戦になるんですね。はい、そうですね。もうタム選手もね、宇多美選手が赤いベルトたくさん防衛してすごいスターダムの顔みたいな感じになっていますけれども、タム選手の活躍も本当にもう勝るとも劣らない本当に素晴らしいものでした。まあね、ここでタム選手が確実にね防衛して来年につなげてさらにね飛躍を目指していきたいところなんですね。上谷沙耶からシュリー、すごいドロップキック、あれは大変ですね。もう大江さん、今のドロップキックで無理やり宇多美に返させたという感じですよね。突き刺さりましたね、コーナーまで飛びました。赤いベルト、ワールドオブスターダムを争う2人、まあ、ベルトはかかっていますが大江さん、はい、頂上決戦と言ってもいいかもしれませんね。そうですね、もうこういう中での戦い、まあ、もちろんお互い手の内は知り合っているでしょうけど、近況ですね、一番新しい2人を一番新しい形で感じることができる、これがやっぱり前哨戦のこれ強みですよね。今度こそ両国大会でこの2人にはっきりとした決着がつくのか、それを期待したいところです。そのためにもこの前哨戦は大事。今この時点でどちらが気力体力そして時の運上回っているのか。おお、宇多美がエルボーで首位を黙らせています。荒い攻撃ですね。でもシン選手もこう受け止める時の気迫が素晴らしかったですね。さあでも立ち上がれなくなっています。宇多美もまた赤いベルト不動のチャンピオンとなっています。2021年最後に防衛して2022年新しい年に王者としてまず最初に君臨するか、それとも2022年の新しい顔となるのか。シュリー、うわー、すごいミドルキック、宇多美の体が持っていかれます。お、ロープのハンドを利用して投げっぱなし、ジャーマン。いやー、やっぱりこの2人の攻防は熱いし激しい、止まらないですよね。ハイキックをフォアアームで叩き落として、さあ得意技コウモリ釣り落とし、もうここで決着をつけてしまおうというよう なんかそんな気迫ですね。本当にもう宇多美選手はやっぱりシュリー選手攻略のこう限ってなんだ、やっぱパワーですよね。このレステとか、まあ、そのシュリー選手の鋭い蹴りをこう無理やりでもこじ開けて倒していくだけの力が彼女にあります。まあどちらもタフですし攻撃力もあります。まあ大江さん、前は30分でも時間 ね、そうですね、足りなかったですから ね、だからやっぱりその持ってる技プラスアルファのタイミングだとか、まあ、運もあるでしょうし、そういうところで、勝敗が変わってきますしね、展開も全く変わってきますよね。さあ変わって上谷がダメージの残っているためにミサイルキック、たとえクイーンズクエストどうしても手加減容赦はしません。全ては自分のため、プロレスラー最後はリング一匹狼です。立ち上がってきたところにクロスボディ、どうだカウント2。いやー、成川さん、一発一発の技にこもってますね。はい、こもってますね。上田選手といえばね、タオ選手の方に強敵絞ってますけれども、今年の3月にはね、宇多美選手の赤いベルトにも挑戦してましたし、打倒宇多美っていうのはもう頭の中に常にあるものではあるはずなので、やっぱり気合が違いますよね。
向かってきた神谷にサイドバスターからスライディングラリアットそのままホールに入るカウント2スリーパーホールドさらにスタミナを奪っていこうという林下宇多美シュルランダーこれがそこに入ってきますよねまあこのタッグマッチの勝敗ももちろん大事なんですけどもどこまでその自分の標的にね傷跡を残せるかとそうですねそれは前哨戦の醍醐味ですよねいかにそのいざ決戦の舞台の時に相手の心にねその精神的ダメージを与えた状態で迎えられるかっていうのは本当に大事ですね素晴らしいスワンダイブの裏カンナラカウント2あのスワンダイブの裏カンナラかつてあの神谷選手、宇多美選手からスリータンク取ったこともありますからね、はい、まあこれは惜しくも2になりましたけれどもタムが入ってきただがそこにシュリも入ってくるラリアット本当宇多美選手はダンプカーのようなねパワーを持ってますよねいや本当に頼もしさすら感じる頼もしい力強さですおータムと宇多美をうまいよシャッフルタッグなんですか大井さん、はい、結構息の合う部分はありますねそうですねやっぱりここまでの一流選手になってくるとトップ選手になってくるとどんな展開でもうまく試合をねコントロールできるんでしょうねダブルのジョーマンスープレックスダブル素晴らしいぴったりの上の角度がすごいですこれが一流の証です綺麗ですねさあダブルのジャーマンふらついてる神谷にミサイルキックこれは赤いベルトのチャンピオン林下宇多美が仕留めにかかるかすごい遠心力素晴らしいブリッジだが決まらずギリギリのとこでしたねシュリのカットもこのね腰の強さ見てくださいそのちょっとね空中で持ち上げて止まってから投げるのが宇多美選手のポイントですよねそして今度はさあハイジャックボムの体勢に入りましたが神谷これを逃れるならばトーチャーラックかこれは捕まってしまった捕らえたくないですねもう捨て身ですね捨て身どういう切り返し方なんだっていうこれがね神谷選手の持ち味ですよねこの破天荒さですね、はい、もう予想がつかないそしてシュリが締めるとこを締めるかダイビングギロチンドロップその場とおーダブルニードロップ1時間20分経過アタックならではのダメージの積み重ねですよねここはスープレックスで固めていく神谷さん必死になって返していく宇多美これ危ないですよ危ないですねこれ前哨戦とはいえ赤いベルトのチャンピオン宇多美が取られたりしたら、はい、これは事件ですよねそうですねもうでも宇多美選手相当シュリー選手の蹴りもらってますからねダメージはもうそれ蓄積してるでしょうからねここで宇多美から取れば神谷にとってもシルバーベルトダッシュに向けて大きな自信になるスタークラッシャータムがカットわからなくなりましたこの両国前哨戦のタッグマッチおー入っていくもらってはいいバックスピンキックシュリのハイキックその間に宇多美がトーチャーラックボムエビ型コーンいい機会しましたね誤爆にしてもハイキックとトーチャーラックと頭部にちょっとダメージ負いすぎてますよ脳震盪状態ですね神谷はそうですね動きがガクッと落ちましたそしてここで赤いベルトのチャンピオン貫禄を見せるかあこれは食らいたくないですね完璧なハイジャックいやもうコールは取れなかったんですけどこのヒレ素晴らしいいやいいですね神谷さんあでもやっぱり宇多美の当たりは強いですねあんなダメージを田中でもあの必死の神谷の切り返しを一発でチャラにしましたそして改めて今度は決めるかハイジャック
したらね、もう強すぎますね。なんかもう対戦相手にとってはもうダイナマイト・カイサイ選手やデビル・マサメさんみたいな、もう絶望的なチャンピオンに見えるんじゃないでしょうか。時代確かにね、はい、まあ見た目は非常にねクールで、はい、美しくてかっこいいんですが、ロイヤルで、はい、その強さはモンスター級ですね。はい、もうモンスターと言っていいでしょう。でも大江さん、はい、そのモンスターに刻み込んだシリのキック、あれは危険です。いや危険ですね。まあ本番に向けては1ヶ月半ぐらいまだありますけれども、これだけここの今この戦いでダメージを追い合っていいのかなっていうコンディションも心配になってきますけどね。さあ 12.29 両国国技館大会2021年のスターダムの集大成となる戦い、ぜひ皆さんそのスターダムの両国の戦いご期待ください。女子プロレススターダム新時代到来、宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しい